毎度バカバカしい話を一席、ヨネスケチャンネルです。今回はですね、大阪にやってまいりましてですね、天満天神繁盛亭に私がですね初めて出演するということでございまして、やってきたんですが、素晴らしいですね。風情がありますね。これご覧ください。ほらねえ、はい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 。でですね、今日はですね、いろいろ初めてなんで、ちょっと大阪の寄席をですねレポートしてみたいと思います。突撃。ここは楽屋口でございます。うわぁ、綺麗だな。東京の様子と全然雰囲気が違います。うわぁ、素晴らしい素晴らしい。ほら、こんにちは。ここいいですか？ここ楽屋ですか？あ、こうなってます、楽屋が。すいませんすいません。ほら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 、うわー、はい、ということでございます。で、ほら今ちょうどまた、こんにちは。おはようございます。どうもどうも、よろしくお願いします。林家一郎でございます。一郎さん、ちょっとじゃマスクを外し、いいですか？いいですかね、うん、ちょこっとちょこっと、はい、こういう顔しております。林家一郎です。なんとですね、おじいちゃん、はい、お父さん、そして一郎さんと三代続く落語家でございますよね。そうですね、親子を代々まともな仕事につけずに。はい、やはり三代続くとプレッシャーすごいでしょう。そうですね、入門したての頃は やはり、うん、そのなんと言いますか、もうおじいちゃんが語り乗ってるという感じで、うん、はい。でも入門して1年半ほどで、父親も他界いたしましたんで、はい、それからずっと一人でやらせていただいて。一人ですか？そうです。確かあれですよね、染五郎さんですよね。そうです。あのおじいちゃん、おじいちゃんが、3代目で、おじが4代目になります、うん、じゃあ一郎さんもそろそろ、いつになるか分かりません。いっそのこと、私みたいにカタカナの4年生じゃなくてカタカナの一郎ってどうですか？思いっきりバッタモンですよ。でも名前負けして。私も落語の時は漢字ですけど、はい、普段テレビに出る時はカタカナのヨネスケですから、一郎ってのも、でも面白いな、バッタモンってな。でも大阪の寄席ってすごいですね。僕初めてですけど、やっぱりその戦後60年間なかったもんやったんで、やっぱ再建するにあたってはかなり皆さんご先輩方がご尽力されて、うんうん、できるだけいいものをという形でこういうのが出来上がりましたんで。すごいわ。はっきり言ってバッタモンじゃないね。これは本物です。本物。これは本物。本物です。いやいやいや、今日は一つよろしくお願いします。ありがとうございます。すいません。中でございまして、ほらねえ、さすがですよ。諸葛師匠、米朝師匠、文治師匠、そして春団治師匠のこうやって絵が描かれてるという歴史を感じますね。そしてもうこちら、いやいやいや、ほらほら、これが、すいません、ちょっとなかなか初めてなもんで、見てください、この客席。うわー、綺麗ですね。ほら見て、天満天神繁盛亭でございます。おはようございます。おはようございます。どうも、はじめまして、笑福亭銀平と申します。はい、よろしくお願いします。銀平さん、ちょっとマスク外してくれる？はい、はい、どうも銀平さんでございます。よろしくお願いします。ようこそ、師匠繁盛亭。鶴瓶さんのお弟子さんでございます。そうです、はい、はい、この間も一緒だったんですよ、鶴瓶さんと。あ、そうですか。こちらで、新宿末広亭で、あ、はいはい、ベベとの親子会、3月31日ですね、うん、そう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 、はい、うん、
昨日実は、うん、師匠とご飯食べてまして、うん、それであのおっしゃってました、うん、そうですあの米助師匠、うん、もう来はったって言ってました。結構もう本当鶴瓶さんにはご一緒になってるんですよ。そうですか。私もです。どんどんご馳走になりましょう。お金は持ってますから、はい、何番目のお弟子さん。私6番目です。6番目ですか、はい、ねえ、やっぱりあの鶴瓶さんってたまにしか最近大阪に帰ってこないでしょ。そうですね、月のうちに2、3回。いやでも週末はこっちでラジオあるんで、うん、日曜日。ああ、なるほどなるほど、はい、ですけどもうほとんど行ってこいですかね、うん、ゆっくり関西でゆっくりすることって少ないですね。はい、もう東京でもね、うん、よく会うんですよ。あ、そうですか。その落語会、あの飯を食ったりなんかする。あ、もうプライベートで。はいはい。え、うちの師匠から電話来るんですか。行きまえよか、うん、今どこでね。俺からも電話しますけど、ね、そうですか、うん、えー、そういう関係なんですよ、本当に。いえいえ、もうどんな会話してはんのかね、米助師匠とうちの師匠。え、あのろくでもない話してますけど。いや、今日は一つよろしくお願いします。お願いいたします。もう楽しみでございます。いやいや、こっちこそ、はい、え、師匠、繁盛亭初めてですか。え、繁盛亭初めて。あ、そうですか。だからちょっと感動してるの、この綺麗さで。いやいや、ね、そんな僕らも、うん、ね、あの前に末広亭とか、うん、それから鈴本も出していただいたことあるんですよ、はいはい、うん、あのそれは菊之丞さんの会なんですけど、うん、はいはい、やっぱり東京の寄席にね出していただくとすごく、うん、あの光栄で、うん、もうワクワクするんですけど、まあ、大阪のお客さんもすごく今日は米助師匠のご出演楽しみにされてますので。ろくな話しませんけど、ね、いやいや、もう目いっぱい。よろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。すいません。会社さんでございます。おはようございます。はい。びっくりしました、師匠。そのね、師匠まさかね、うん、ものすごい違和感でした。東京から、ありがとうございます。会社に会いたくて。いやいや、ありがとうございます。オートバイで来ましたって。バカ野郎。いや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 。いや、あの、うん、で、あのいつも本当に YouTube を。あ、いえいえ、あのチラチラと。チラチラですか。もっとじっくり見てください、はい、今日はあのどういうあれなんですか。あ、どういうあれというのも失礼な話なんです。僕ね、はい、YouTube やって米助チャンネルやってから、はい、いろいろ大阪の落語家さんと会うようになって、はい、で繁盛で出たことないから一度出たいって言ったのよ。じゃあ今日初出演。初出演。まあありがとうございます。もう甲子園初出場みたいなもんだよ。高校球児の。あ、すごいらしいじゃないですか。英語落語で世界回って。おかげさまで今あの28カ国いろいろ行かせていただいてます。はい。で、まああの本当にこの間オーストラリア人の弟子入りが来たんですよ。はい。オーストラリア人の女性の方が来られて、うん、で、あのあんまり落語のことご存じなかったんでね、うん、説明したんです、うん、まあ3年間4、3イヤーズは、うん、ノーサラリーで、うん、ノーホリデーだとお伝えしたら、うん、ノーサンキューよ。、うん、もうなかなか分かってないですね。いやそうですよ、日本の風習は難しいんじゃない。分からないでしょうね、まさかそうやってこう奉仕して一緒に生活するとかっていうことが、でも東京の方も結構英語落語をやられる方がすごく増えてきて、うん、でも会社さんが一番最初じゃないの。いや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 、まあね、市役所が昔にやられてたんですけど、うん、はい、でも私も25、6年やらせてもらってます、うん、はい、いや世界にどんどん広めてくださいよ。いや本当に楽しいです、うん、ぜひ、あの、ま、今小学校、中学校、高校の教科書も売ってるので、またぜひ学校公演で呼んでください皆さん。はい、あの桂海士でございますよ。はい、よろしく。林家じゃないですよ皆さん。違いますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。5つ、6つ、7つ、8つ、3本損する。
はい、こちらは桂米二さんでございます。ちょっとマスク外してちょこっと、はい、ちょこっと外しますな。はい、こんな顔でございます。いえ、あの、はい、仁王のお師匠さんでございます。私の師匠です。はい、ね、はい、そういうことでございます。そういうことそういうことでございます、はい、いつの間にやら。え、でも仁王はどうですか、どんな弟子です。いやー、もう初めはこんな蹴ったねついてへんと思ってましたけどもね、うん、まあ、今もそうですけども、うん、でもまあもう10年経ちましたからね、うん、もういつの間にやらもういてて当たり前という存在になりました。はい、でも NHK で賞取ったじゃないですか。はいはい、まあ、私がちゃんと教えましたからね、うん、で米津さんは今度、はい、新宿セヒロテにも出てくるんですって。6月のね、13、14やったかな、うん、2日間、うん、あのお世話になります。3時過ぎの上がりと聞いてます。あ、じゃあちょうどいい時間帯でございますよ。はい、そうですか。うん、でどん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 上方落語を東京にも、はい、もう教えていただきたい。実はだいぶ前やけどね、うん、こそっとね、お金払って見に行ったことあるんですよ。うん、嘘、うん、はい、その時はね、落協の方でしたけども、はい、落語協会ね。はい、そうです。はい、はい、初めて、うん、鈴本はね、うん、うちの師匠と一緒に出たことあるんですけど、うん、もう行くのも初めてやったんで、その時は、ね、楽しませてもらいました。いや、逆に僕は、はい、この繁盛って初めて、初めてですね、うん、もう今日ドキドキしてますよこ、高校野球の甲子園初出場みたいな。あ、そうですか。いや本当に、いや、一つ今日はね、鳥でございます。はい、今日と明日、来られてる時だけ、本当は副団長なんですけども、お休みなんで、はい、よかったって言えねえねいや、まあ、初めからそういう約束で、でも本当、名調師匠のお弟子さんですから、はい、うちも米丸で全部2人とも米がつくんですよ。はい、同じ名前の兄弟子もいてますから、米助、うん、ってねあっちは今助の助ですから、す、ね、車編ですから、はい、あっちの方がすごいですよ。そうですか、うん、うちは助けるんですからいや、一つまたよろしくお願いします。はい、こちらこそ。でどん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 上方と東京と交流しましょうよ。そうですね、うん、はい、ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも。ということで今日は大阪繁盛亭に出演させていただきました。ありがとうございました。